どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、マレーシアクアラルンプールのガーデンインホテル、クアラルンプールノースっていうねホテルにいるんですけども、本日はねここからチェックアウトいたしまして、ダブルツリーバイヒルトンクアラルンプール、こちらにねお世話になります。でこのホテルもですね、今回ねポイントで押さえておりまして、今ねヒルトンダイヤモンド修行しているわけなんですけども、このホテルはですねなんと2万ポイントで宿泊することができます。まあ、前回がですねこのホテル、今いるのはですねこちらガーデンインのヒルトンホテルなんですけども、ここ1万ポイントなんですよ。で次行くヒルトンホテルの、ダブルツリーバイヒルトン2万ポイントということで、まあ、ちょっとね1万ポイントに比べると、まあ、倍になってるんでね、ちょっと多いかななんていうふうに思うんですけども、まあ、一般的に考えてね1泊2万ポイントでヒルトンホテルってめちゃくちゃ安いじゃないですか。多分日本でも2万ポイントはないと思うんですよね。多分あってヒルトン成田とかで2万5000とかね見たことありますけども、まあ、1万ポイント台まで下がるっていうこともほとんどないと思うので、まあ、かなりね安い方だと思うんですけども、まあ、このクアラルンプール自体ねホテルが非常に安いので、まあ、おすすめっていう風になるわけなんですけども、今回ねダブルツリーバイヒルトンクアラルンプール、このホテルねどんな感じかっていうのをですね皆さんにレビューできたらなというふうに思うのと、ダイヤモンドステータスねどんな感じで利用できるのか、ちょっとね皆さんにシェアしていきたいなと思います。ということで今ねまだガーデンインの方にいますので、これからパッキングしてねホテルの方向かいたいなと思います。ということでパッキングしていきましょう。ということでチェックアウトしていきます。いやめちゃくちゃ良かったですね、ガーデンインクアラルンプール。ここは1万ポイントっていうのを聞いてしまうとね、ちょっと他のハードルが上がってきてしまう気がしますね。はい、バスタブとかリクエストしたらあったのかな。ちょっとね深夜の到着だったんで、テキストとかねメッセージとかもこのホテルできなくて、はい、ちょっとリクエストねもう着いた時もかなり疲れてて忘れてた部分もあってしてなかったんですけど、多分ないんじゃないかな。ちょっと微妙なところですけども、でも1万ポイントでこのホテルだったら全然良くないですか。ぜひよかったら教えてください。まあ、今回の動画は、ダブルツリーバイヒルトンなんでちょっとややこしいですけども、今いるのはガーデンインクアラルンプールです。ノースの方ですね。確かもう一個あったかもしれないですね、ガーデンインは。ということでチェックアウトしていきたいと思います。ということでチェックアウトして今ねグラブを読みました。まあ、2、3分で来てくれるそうなんでこの辺で待ちたいと思います。いやマレーシアめちゃくちゃ暑いですね。今日も30度ぐらいまで上がってんのかな。はい、ということで、街並みはこんな感じです。いや非常に栄えてる場所なんですね、ここら辺は。ちょっと私はこのクアラルンプール全然わかんないんで、はい、こんな感じになっております。ではここら辺で待っておきましょう。よいしょ。Thank you. では乗車しました。あのね、日よけがついてますね。はい、全方向についてます。暑いからですかね。はい、ということでダブルツリーバイヒルトンクアラルンプールに行きたいと思います。ということでやってまいりました、ダブルツリーバイヒルトンです。ということで行きましょう。 Thank you。 ということでチェックインしていきたいと思います。どうやらねここ1階の正面入り口でこのねインターマークっていうね映ってるかな、はい、中にあるみたいですね。でホテルロビーがねこの上にあるそうです。上に書いてあるんですね、ホテルルビーってですね、ショッピングモールの中みたいなそんな感じなんですね。へえ、これは利用しやすくていいですね。さあチェックインはどこだ、わからない。ホテルの入り口どこ、あ、ここかな。ということでこちらですね、はい、チェックインしていきたいと思います。
本当にショッピングモールの中のね一角に入ってるんですね。はい、面白い。まあ、でもこれはいいですね。あのご飯とかも食べに行きやすいですね。ホテルの食事は高いけどレストランの食事はもう少し安い気がします。でこんな感じで、ちゃんとねプライオリティチェックインが設けられてますね。今ねチェックインで待っております。で待ってるとねあのダブルツリーバイヒルトンといえばこれですね、なんだっけ、クッキーね、はい、いただきました。これ後でいただきたいと思います。ではこのチェックインウェイティングエリアでしばらく待ちましょう。それでは今ねチェックインしていただいております。いや非常にいいですね。こんなところもあるんですね。いや今まで、あでもミュンヘンのヒルトン空港のホテルも一応なんか商業施設の中に入ってましたね。はい、そんな感じですかね。でもダブルツリーにしてはかなりね豪華な感じですね。うん、店員さんも非常に優しくてアップグレードしてくれたみたいです。ではねもうしばらく待ちましょう。ということでまだねあの客室が準備できてないということで、ラウンジの方で待ちたいと思います。一応声かけてくれるみたいなんで、まあそこでね待って、まあ、仕事しつつ待ちたいと思います。今ね34階のラウンジに向かっております。いやめちゃめちゃ高級感がありますね。それではラウンジに入ってまいりました。まあ今はね通常タイムということで、こういったねお菓子とかナチョスとかあります。これはでも取られてるんで多分食べていいフルーツですね。はい、バナナとは取られてる多分ですであとコーヒーマシンですね。はい、はい、コーヒーマシンがあります。あとはあと飲み物ですね。こちらお水と、これはフルーツパンチ、フルーツパンチ、フルーツポンチ。こちらスパークリングウォーターなんで、あれですね、炭酸水ですね。で反対側の下の方に行くとこんな感じでコーラとかスプライトとか、あと何でしたっけ、これありますよね、トニックウォーターでしたっけ。であとグラスと、であとクッキーとかもあります。こんな感じになってます。こんな感じでねルーフトップもあるんですね。しかもねここはタバコは吸っていいみたいですね。いやすごい。あ一応喫煙所みたいな感じなんですかね。こんな感じになってます。はい、反対側から見るとこんな感じです。いやいいんじゃないでしょうか。カクテルタイム等々もあるそうです。はい、ということで準備できるまでねここで待ちたいと思います。まああの仕事しつつで、ゼロシュガーのコーラいただきました。ここね最上階なんですよ、フロアが。ですんでねめちゃくちゃ眺めがいいです。今ね窓側の見える座席にいるんですけども、すごいですね、めちゃくちゃ見晴らしがいいです。どうでしょうか。これがクアラルンプールのダブルツリーバイヒルトンのエグゼクティブクラブラウンジからの眺めです。ダブルツリーでラウンジがあるってすごいですね。はい、これはちょっと沖縄の首里城、ダブルツリー首里城をちょっと匹敵するぐらいのレベルの高さじゃないでしょうか。ということでコーラいただきましょう。まあ、一応あの部屋が準備できたらね声をかけていただけるということですので、仕事しながらね待ちたいと思います。ああうまい。まあ今2時ですからね、だいたいね前のあのダブルツリーじゃなくてヒルトンガーデンインからこのダブルツリーバイヒルトンまでだいたい車で10分ぐらいですね。はい、ですね結構近い。タクシー代も380円ぐらいだったんで、もうタクシーでいいかなという感じですね。もうクアラルンプール滞在もそんな長くないので、もうあれですね、全部タクシーですねいやもうちょっとねあのまあいいかなと、うん、そんなにねあの物価が高くないんでね、ちょっとね贅沢になっちゃいますね。ということでちょっとしばらくねゆっくりしたいと思います。このクッキーいただいちゃいましょうか。あの口がねあの封されてない感じで渡されるんで食べちゃいましょう。これはもうあれですね、日本のダブルツリーで配ってるやつと一緒ですね。ということでいただきます。
どこの国でもこれは一緒で美味しいですね。アメリカとかでもあれなんですかね、配ってんのかな。ダブルツリーでアメリカは泊まったことないんでね、うん、微妙な時間帯だな。今2時4分なんですよね。多分チェックイン開始は多分3時とかですよね。うん、仕事道具を広げて仕事をするか非常に迷いますねどうしようかな、うん、片付けてまた移動するのも大変なんでね、ちょっとしばらくダラダラしちゃいましょうかね、うん、まあ、せっかくクアラルンプール来てますんで、ということでしばらくダラダラします。ということでラウンジ出てまいりました。30分ぐらいですかね、待ってたら、チェックイン OK ということで、今ね鍵をもらって客室に向かうところでございます。エレベーターホールはこんな感じですね。はい、でラウンジがねこっちにあるという感じになります。このラウンジはね34階最上階にありますんで、非常にね眺めがいいラウンジっていう風になっておりましたね。今回私の客室は17階ということで、まあ、ちょっと触りますけどね、アップグレードしていただけたみたいなんで行きましょう。ということで今回私は1709という客室ですね。はい、こちらですね。ということで行きましょう。完全に勘違いしました。1712でしたこっちですね。はい、ということで、あ、まだヒルトンクリーンステイのシールが貼られてるんですね。よいしょ。はい、ということで中に入ってまいりました。いや広いですね広っ。いやめちゃくちゃ広い。ここのスペース何ですかっていうぐらい広いですね。スーツケース2つぐらいいけそうですね。これがダブルツリーいやクアラルンプールのダブルツリーバイヒルトンはすごいですね本当に。では見ていきましょう。それではまずこちらにテレビですね。テレビはそんなに大きくないですが、こちらにテレビあります。何インチや、50インチぐらいですかね。はい、でこちらにデスクありまして、下にこれは冷蔵庫かな、あ、そうですね、グラスとかコーヒーとかかな、あ、開いてない、グラスとか、あ、下にコップとかもありますね。あ、コーヒーマシン、コーヒーセットが下にあります。これは無料で利用できて、はい、こちらが冷蔵庫ですね。でこちらに AC が2つ、一応日本のコンセントもそのまま使えますね。昨日もそうでしたけど1個だけ使えるみたいな、もう1個は使えないみたいな感じでしたね。でこちらに HDMI、 あ、じゃあ LAN ケーブル HDMI とかありますね。これはテレビに接続できるんですかね。はい、でこちらがデスクになっていると。で下にゴミ箱で、ここにメモ帳ですね。でこちら側に2人掛け3人掛けぐらいのソファーがありますね。はい、でこちらもめちゃくちゃ広い、こちらもめちゃくちゃ広いですね。ここもスーツケース2つぐらい置けそうですね。見開きにしても両サイド1個ずついけそうですね。はい、でベッド周りです。ベッド周りはこんな感じ。あ、コンセントはベッド周りにはなさそうですね。はい、電話、リモコン、あと目覚まし時計と電気を操作するやつですね。でこちらにベッドです。ベッドでかいですね。はい、こちらがベッドになります。かなり大きいです。はい、入りきるかギリギリラインですね。で壁の絵も非常におしゃれです。で反対側にこちらは無料のお水ですね。これはドリンキングウォーターって書いてある、はい、特に無料とか有料とか書いてないですけども、こちらは無料ですね。でこっちに AC が1個だけありますね。これは日本のコンセント対応してますね。はい、っていう感じでございます。でこれがエアコンですね。入り口がこんな感じになっております。ここがクローゼットかな。ここ全部鏡張りになってるんですけど、あ、ここは引き戸になってて、ここがクローゼットと。でアイロン、アイロン台、スリッパもありますね。金庫もここに入っております。バスローブとかはないですね。一応反対側も見ますか。
まあ、スリッパがあるのはね非常にありがたいですね。アメリカのヒルトンホテルはゼロでしたからね。あ、猫にランドリーバッグとかも入ってる、はい、っていう感じですね。バスルーム行きましょう。ではこちらバスルームということで、残念ながらですね、あのスイートルーム以外のね客室にはバスタブがないということでリクエストさせていただいたんですけども、ごめんなさいされてしまいました。アメニティは全てヒルトンのやつですね、はい、いつも見るやつです。まあ歯ブラシ、これはコットンかな、シャワーキャップ、石鹸、シャンプーリンスですね。ヒゲ剃りはないですね。言えばもらえるのかな、ちょっとそれは微妙ですね。はい、で洗面台は全体的に見るとこんな感じです。はい、鏡があって左側に拡大鏡等々があります。で下にゴミ箱とタオルですね。でこちらにシャワーブースと、でシャワーブースはこんな感じになってます。はい、可動式と、あ、可動式とちょっと映るかな、はい、固定式もありますね、はい、いいですね、両方あるのはありがたい。こんな感じになっております。でこちら側にこちら側にバスタオルが置いてあって、お手洗いがある、こんな感じになっております。はい、ということでこちらのね、ダブルツリーバイヒルトンクアラルンプールホテル、こちらに一泊ねお世話になります。こちらねカードホルダーがこのダイヤモンド仕様になってますね、はい、中にちゃんとねこんな感じでダイヤモンドの特典が記載されておりまして、あのお水ね、2つ無料で、フリー Wi-Fi もプレミアムが利用できて 100% ボーナスが利用できます。朝食がね、無料で利用できて、またね、もしくは、選択ですね、朝食か1000ポイントどっちかがもらえるという感じになっております。でこんな感じのね紙が入ってまして、これがね Wi-Fi のプロモーションコード、まあこれをねプロモーションコード画面に入れて利用していただく。でルームキーはねこんな感じになっておりまして、このクアラルンプールはねどこもそうかもしれないですけど、鍵をねあのアパホテルみたいにガチャって入れるとこの電気がね全部使えるみたいな、まあそんな感じになっておりますね。だからあれを抜くとね全部の電源が落ちるみたいな、そんな感じになります。でこのホテルにはですねラウンジがね先ほど行って利用させていただきましたけれども、クラブラウンジはねダブルツリーなのにあるというねホテルになっております。でねカクテルタイムもねあるということで、5時半からですねカクテルタイムあるということで、今3時なのであと2時間半ぐらいしたらですねあるということですので、そちらもね見に行きたいなと思います。急にテレビの音ついたんだ、びっくりした今まで音鳴ってなかったのにちょっとびっくりしましたね、はい、何の音だろうと思ったら急にテレビが鳴り出しましたね。なんかねどこの客室も前のあのガーデンインもですね、このカードキーを挿すと電気がつくみたいな感じで、エアコンもねここはそうでもないみたいなんですけど、前のホテルとかねなんか連動してるからみたいなことを言ってて、あのしばらく経つとね稼働するみたいな、そんなところなんかそんな感じの機械もあるみたいで、そのテレビとか今多分そうだと思うんですけども、あのカードキーを入れてね10分ぐらいすると動いて鳴ってみたいな感じで、さっきあのテレビついてなかったのに今勝手についたんでねちょっと恐ろしいですけども、こういった形でねあのカードキーを入れるとまあ電源がついて、まあそれに連動してねテレビとか勝手についちゃうみたいな感じみたいですね、はい。いやでもねこのホテル今回ね2万ポイントで宿泊させていただいておりまして、めちゃくちゃ広いですね。でアップグレードしていただいてるみたいなので、この客室はですねワンキングベッドエグゼクティブルームということで、エグゼクティブルームにアップグレードしていただいてる感じですね、はい。いやでもねここ2万ポイントで宿泊、しかもクラブラウンジもあるということでめちゃくちゃいいですね、はい。まあクラブラウンジがねあのダブルツリーであるっていうのはねかなりありがたいですね。ということで5時半になりましたですね、クラブラウンジね見に行きたいなというふうに思いますので、まあ、アルコール提供もねあるんじゃないかななんていうふうに思いますので、そちらもね見ていきたいなと思います。ちょっと私はですねあのこのクアラルンプール滞在をねもうがっつり編集作業に当てようと思っておりましたんで、まああの完全にねヒルトンダイヤ修行をしながら編集するみたいな、そんな感じになっておりますけども、またね5時半になったらラウンジね行きたいなと思います。ということで時刻は5時35分になりましたので、カクテルタイムね行きたいと思います。ホテルの廊下はねこんな感じになっております。
で、ここにエレベーターホールですね。では入ってまいりました。ケーキ、フルーツで、これがチキンですかね、ハニーローストチキンで、ちょっと何かわかんない、ヌードルっぽいの、あとチャーハンがあります。あと野菜ですね、野菜がありまして、チーズ、あとクラッカーとパンですね、はい、で、ここは売り切れです。で、ワインがありますね、こんな感じ、そんな感じでしょうか。はい、これをね、何に使うかちょっと分かんないですけども、ドレッシングなのかな、サラダの、こんな感じになっております。ラウンジは満席です。ということで諦めましたいやね、座席座れないぐらいね、すごいんで、わざわざ立って食べてる方もいるんですけど、わざわざそこまではちょっとしたくないんで、はい、とりあえずコーラいただいて、あ、でもお水はないのかな、お水もちょっと欲しいんだけど、お水はなさそうだな。ということで行きましょう。ということで時刻はね、18時50分ぐらい、今48分なんですけど、一応ランチ見ておきましょうかね、はい、ということで行きましょう。ということで出てまいりました今も満席です。で、食べ物もほとんど残ってなかったです。ということなんで、ここはね、はい、ちょっと早めに来て、あれですね、もう時間前に来て利用するしかないですね。ということで客室に戻って仕事の続きね、したいと思います。それではですね、時刻は19時45分なんですけども、先ほどねノックされまして、これはウェルカムフルーツなんですかね、ちょっとよくわかんないですけども、フルーツが届きました。はい、ということでせっかくなんでいただいちゃいましょう。一緒にね、こんなサランラップに包まれたフォークとナイフも一緒に届きました。ちょうどあの持ってきたね、お米で夕食を終えたとこだったんで、ちょうどよかったです。これ何ですかね、何だろう、これちょっと分かんない、ちょっと食べても何か分かんないな、これもちょっと分かんない。これが切られたもんですかね、ちょっと分かんないですね。洋梨かな、洋梨もなかなか食べないんでね、ちょっと味がわからないんですけども、あとバナナとリンゴ、あとこれカステラっていうんですか、このカラフルなカステラが一緒に届きました。これいただきます。結構変わった味のカステラっていうんですかね、カステラじゃないな、なんだろうな、お菓子、ユニークな味ですけど美味しいです、はい、あのラウンジでね、持って帰っていいよって言われたコーラ飲んで、はい、ちょうど夕食を終えたところだったんでタイミングバッチリでした。ということで、あとはゆっくりいただきたいなと思うんですけども、こういったのももらえるんですね、あの開けた瞬間ベネフィットベネフィットって言われて渡されたんで、もしかしたらダイヤモンドステータスの特典なんですかね、これはちょっとよくわかんないですけども、まあ、こういったものがねいただきました。ということで、あとはもう、食事して仕事の続きねして、今日のところはね休みたいなと思います。ということで時刻はね夜11時になりました。いや、仕事をね結構やってるんですけど全然終わらず、はい、ひとまずね今日のところはもう限界で、もう打ちながらね寝てたんで、今日のところはこんな感じで休みたいなと思います。ということでおやすみなさい。おはようございます。今時刻は朝の6時35分です。ということで
朝食サービスあんのかな。昨日そんな話はね、なんか言われた記憶がないので、ちょっとホテルのね人に聞きに行きたいと思います。Good morning。 で、あとね、今日もねホテル移動しますんで、レイトチェックアウトね、ちょっと聞きに行きたいなと思います。できれば2時お願いしたいですね。朝食ないってことは多分ないと思うんですけど、やっぱこの時間なんでエレベーターめちゃくちゃ早いですね。このショッピングモールの中にホテルがあるってのはまた不思議なもんですね。うん、ショッピングモールの中行けちゃうみたいな感じですよね、営業前に。まあ行かないですけど、なんか面白いですね。はい、こんな感じでショッピングモールの中にあると。ということでちょっと聞いてきます。ということで、最初はねレイトチェックアウト聞いたら、今日はフルだからちょっと厳しいって言ったら、ああそうなんだと思って、あのヒルトホテルって11時だったり12時だったりするんで、何時ですかって聞いたら、レギュラータイム、まあ通常ね、そしたら1時までだったらいいよっていう話が変わるっていうねあ、いいんすかみたいな感じで、ということで1時までねレイトチェックアウト OK ということで、このホテルはね11階になんていうの、マカンキッチンっていう場所があるんですけど、そこでねもう朝食やってるそうなんで行きたいと思います。あ、もう結構利用されてる方がいますね。では行きましょう。ではお料理見ていきましょう。こちらはポテトとフィッシュですかね、ソーセージ、あとオートミールとマッシュルームスープ、あとこれは何だろう、ベイクドチキン、チキンですね。あとトマト、お豆、卵、めちゃくちゃありますね。これはカレーかな、カレーに見えますね。はい、でお米、すごい色、すごい色ですね。これは何なんだろう、こういうのがあるんですかね。あとパン、お、でこれですね、酢入りの蜂蜜、あとパンと、あ、これはあれですね、パンケーキとかワッフルとかトーストもあります。でパン、いやめちゃくちゃ種類ありますね。あら、パンすごいですね。クロワッサン、チョコクロワッサンと、これは何だろう、アーモンドクロワッサン、美味しそうですね。でこちらに生野菜もあります。あ、枝豆とかもある。あ、キムチもありますね。でレタス、あ、いいですね。野菜いただきましょう、植えております。でヨーグルト、シリアル、あ、またこれは麺類ですね。何なんだろう、これラクサっぽいけど違うのかな。あ、やっぱりソープっぽいですね、違うかもしれないけど。あ、こういうドライヌードルみたいなのがいただけるみたいですね。でゆで卵、 あとエッグステーションがある、その場で作っていただけます。これは目玉焼きですね。これも漬物なのかな、一応全部、うん、そうですね、漬物かな。コーヒーですね、コーヒー、多分ここコーヒーですよね。はい、あと飲み物があります。オレンジジュース、アップル、あと牛乳、あと何これ、すごいですね、火がついてる、ちょっと何か分かんないですけど。あとコーヒーマシンです。こんなもんですかね。じゃじゃん、なんと奥にもうワンフロアあって、そこにもさらに朝食が置いてあります。すごいですね、めちゃめちゃ種類ありますね。はい、ということでいただいてまいりました。もらってきたのはヨーグルトとちょっとお米とソーセージ、タンドリーチキン、タンドリーチキンだったかな、なんとかチキン、あとお野菜とクロワッサンいただきました。はい、ということでいただきましょう。いや、めちゃくちゃご飯充実してますね。はい、でもね、あのお水が
デトックスウォーターみたいな、あのボトルに入ってるお水で、ボトルっていうか、そのなんかタンクに入ってるようなお水で、ちょっと水欲しかったんですけど、やめました。ビビって。はい、ということで、オレンジジュース。では、いただきましょう。チキンがね、ちょっと気になりまして。ほとんどまあ、日本で食べれるようなものばっかりなので、まあ、チキンとソーセージぐらいですかね。チキンいただきます。美味しいですね。うん、日本の照り焼きチキンとそんなに味が変わらない気がする。やっぱりお米はちょっとあれかな、アジア特有の香りがする感じですかね。苦手な人は多分無理かもしれない、うん、これソーセージ、これはねビーフソーセージ、塩くどくなくていいですね、うん、ではこのアーモンドクロワッサン、ちょっと美味しそうだったんで取りました。うんうん、アーモンドですし、なんかお砂糖みたいなのかかってますね、はい、結構甘いです。あとチョコクロワッサンみたいな、はい、よくありますよね、このチョコが入ってるやつ。いただきます。これうまいですね。あとこちらですね、はい、これはこっちのヨーグルトなんですかね。昨日はなんかボウルにガツンと入ってるヨーグルトだったんで、今日はカップのヨーグルト。あ、またテイストが違いますね。じゃあ結構クリーミーな、そんなにチーズチーズしないですね。昨日のヨーグルトはね、本当にカッテージチーズみたいな感じの味わいだったですね、はいはい、こんなところでしょうか。いや非常にね充実してて美味しいですね、うん、そうですね、ちょうど今、ね、マレーシアは夜明けを迎えておりまして、この朝食会場もね来た時ね真っ暗だったんですけど、はい、今徐々に明るくなってきて非常に幻想的な雰囲気になっております。このレストラン会場もね来た時ここ真っ暗だった、ちょっとね気味悪かったんですけど、かなり明るくなってきましたね。ということでまたゆっくりいただきます。ではスイミングプールに来ました。結構ちゃんとしてますね。そしてでかい。こんな感じで利用することができるんですね。今日はね、あんまり天気が良くないんで、さっきね、雨とかも降ってましたんで、結構寒そうですね。ていうか、今雨降ってますね、少し。はい。一応10階にね、こんな感じのプールが使えますので、これはいいですね。で、ジムとかも使えて、バーもついてると。いう感じですね。お母様連れとかかなり良さそうですね。で奥には、あ、浅いのもあるんだ。あ、いいですね。ちっちゃい子はめちゃめちゃ遊びやすい浅瀬のプールもあると。あ、かわいい。はい、こんな感じになっております。まあ、こちら利用する方はですね、ぜひ利用してみてください。いいですね。受付の方がいるんで、多分袖タオルが貸してもらえるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じになっております。クラブランジ6時から10時って表示があるんですけど、やってないですね、はい、これちょっとよくわかんないです。多分時間が今変更されてるのかな、うん、まあ、コロナ対応なのか何なのかちょっとわかんないですけど、ひとまず今はやっておりません。で、何時に開くかもよくわかんないですね。はい、ということなんでどうしようかな。ちょっとコーヒーが飲みたいんで、確かショッピングモールにね、スタバがあったと思うんで、スタバ行きましょうかね。あ、エレベーターはこんな感じになっております。いやー、ダブルツリーにしては本当にすごい設備ですね。日本のダブルツリーとはまたちょっと違う感じですよね。うん。ダブルツリーといえば、どっちかというとビジネス系のホテルのイメージが強いですけどね。ではちょっと、ショッピングモールの方行きましょう。はい、ということでモールの方に来ました。確か下の方にスタバがあった気がします。なんかラウンジは12時からみたいですね、はい、あと12分ぐらいなんで、まあ、ちょっとモール見てラウンジ行きましょうか。ドケチな私としてはね、
わざわざあれですよね、あと12分でラウンジ開くんだったらラウンジでコーヒー飲めよって話ですよね。これは何でしょうか。 BOME、 まあ、カフェとかありますね。あとここは絨毯屋さん。ああ、ここもカフェですね。ああ、上にはスケッチャーズがありますね。ここもカフェ。これは何屋さんだ。これもカフェです。あ、これはレストランかな。へえ、こういったものも食べられるんですね。いいですね。うん。やはりホテルにこういったモールがついてるってのは非常に珍しいですけど、利用しやすいですね。バーもあるの。で、奥にはスタバがあって。ここもレストランだね。で、ここは雑貨屋さんかな。で、こっち側にも雑貨屋さんがある。面白い。離れ。あ、これ日本食レストランかな。多分そうですよね。ひらがなで離れって書いてある。あ、そうですね。お寿司が食べれるんです。すごい。いいですね。うん。値段は書いてないかな。値段は書いてなさそうですね。特選和牛コースとかあるんですね。いいですね。ここボールにあるってのはいいな。あ、ここもスタバなんだ。スタバの貸しスペースなんですね。まあ、当たり前じゃ当たり前ですけど、このモールの入り口にね、あのホテルの係員の方がいてドア開けてくれたりね、あのタクシーから荷物を下ろしていただいたりしましたけども、不思議な感じですね。モールの入り口にホテルの店員さんがいるっていうね。ちょっとレセプションに離れてますからね。あ、もう一個上もあるんだ。いや、めちゃめちゃありますね。ここにスケッチャーズ、スポーツダイレクト。まあ、今日祝日、今日土日なんですけど、土日の割にはそんなにお客さんいないですかね。うん。奥は何なの？ビッグファーマシー。あ、これ薬局屋さんだ。薬局屋さんです。いや、本当にマレーシアって綺麗ですね。ちょっと街中歩いてないんであれですけども、ショップモールの中とかめちゃくちゃ綺麗ですね。ここはスポーツ屋さん。まあこんな感じでしょうかね。ここは何なの？あ、これはお化粧品屋さんなのかな？一応薬局屋さんか。で、こちらはお洋服です。すごい。はい、こんな感じになっております。ということで、あと5分ぐらいでラウンジ開くんで、ラウンジ行きましょうか。ということで、ラウンジ行きましょう。まあ多分コロナで、コロナになる前は多分朝の6時からラウンジ開いてたみたいですけども、今は多分縮小しちゃってるっぽいですね。はい。ということで、もうラウンジ開く頃なんで、ラウンジ行ってコーヒー飲みましょう。ということで、時刻はね、12時21分ということで、そろそろね、パッキングして、行きたいなと思います。今回ね、このダブルツリーバイヒルトン、クアラルンプール、一泊ね、宿泊させていただきましたけども、いや、このホテルはね、本当にダブルツリーとは思えない、すごいね、あの施設が良かったですね。ラウンジもあって、プールもあって、で、客室もアップグレードしていただいて、本当に大満足の滞在というふうになりました。これがね、ヒルトンホテルポイントで2万ポイントですからね、かなり安いですよね。まあ、あのこのクアラルンプールはね、まあ、ヒルトンに限らずマリオットもね、ポイントかなり安いんですけども、まあ、それでもね、めちゃくちゃいいですね。はい、ということでまたね、今日次のホテルね、移動いたしますので、これからねちょっとパッキングして、チェックアウトねしていきたいなと思います。もう20分なんでね、ちょっと急いで、行きたいなと思います。はい、では始めます。But I've known you too long.